ビトンとの戦いは、ポーランド継承戦争中の1734年5月25日、ナポリ王国のビトンとにて、スペイン軍がオーストリア軍に勝利した戦闘。戦後、オーストリア軍のナポリにおける抵抗はいくつかの要塞を残すのみとなった。スペイン継承戦争により、スペインはナポリ王国とシチリア王国をハプスブルク家に割上した。 スペイン王フェリペ5世は両王国を再征服しようとした。1714年、彼はイタリアのパルマ公国の継承権のあるエリザベッタ、ファルネーゼと結婚した。彼女の影響により、フェリペ5世はイタリアの領地を回復しようとして、四国同盟戦争を起こしたが失敗に終わった。1733年にポーランド継承戦争が勃発すると、 フェリペ5世はこれを西ヨーロッパからの軍事援助のないハプスブルク家を攻撃する好機と見た。ハプスブルク家がすでにフランス王国とサルデーニャ王国と敵対したため、フェリペ5世は1733年11月にフランスと第一次ブルボン家族協約にあたるエスコリアル条約を締結した。条約は相互の守備と援助を訳し、 イタリア半島でのハプスブルク家領に協力して進行することを約束した。ルイス・デコルドバイ・コルドバ率いるスペイン艦隊は陸軍をジェノバに上陸させた。スペイン軍はフェリペ5世とエリザベッタの長男でパルマ港のカルロの軍勢と合流した。2万戦を数えるスペイン軍は無抵抗の強行領を通過し、ほぼ無抵抗のナポリにと入場した。 カルロは1734年5月15日に、そこでナポリオカルロ7世として即位を宣言した。ガエタトとカプアのオーストリア中流軍は6000の軍勢に包囲されており、モンテマール公家率い引きるスペイン軍12000は撤退していたオーストリアの副王を追撃した。オーストリアが任命した複をグイード・ビスコンティはまず、プリアーノ・バーリに逃げ、 続いて5月21日に将軍の一人と船で逃亡し、オーストリア軍の指揮をベルモンテコージュゼッペ・アントニオに委ねた。オーストリア軍はシチリア島からの増援と合流、また船でターラントに到着した新しく徴兵された兵士も編入した。ベルモンテコーはスペイン軍が艦隊から増援を得る可能性が高いことを鑑みて5月24日にビトントに移動。 スペイン軍がさらに大軍になる前に叩こうとした。彼は、ビトントの町に、経験の浅い兵士千5 0 0人を配置した後、いくつかの低い城壁と修道院に箇所を防御船として使い、スペイン軍を待ち構えた。ベルモンテ公が後に受けた報告によると、モンテマール公は3000人の増援を受けて、熟練した兵士一万四千に重足な装備のある軍勢を、率いるにまでなった。 スペイン軍は5月25日の夜明けにビトントに到着するとスペイン軍は戦列を形成してオーストリア軍とは不評同士、騎兵同士とで対峙した。スペイン騎兵の数がオーストリア軍より大幅に上回ったためその一部は右翼に予備軍として残された。モンテマールはオーストリア軍を防御戦から追い出そうとしてフェイントを仕掛けたが効果がないと見るや 騎兵突撃を命じた。オーストリア騎兵の戦列はすぐさまに崩壊、バーリへと敗走した。残りのオーストリア軍の規律も崩壊し、ベルモンテは撤退の決断を下して、バーリへと向かった。スペイン軍は防御戦場にある修道院を強襲して、落とし、同日にはビトントの町と城を降伏させた。翌日にはバーリも降伏した。 戦場を記念するオベリスクベルモンテは、バーリで軍を再編しようとしたが、現地人の抵抗に合い失敗し、結局3800人を率いて当局に降伏した。過労うじて逃れたのは北上して、ペスカーラへ逃げた200人だけだった。王国の他の都市は、オーストリア軍の駐留するガエータとカプア要塞を除いて、スペインの統治を承認した。 ガエータは早くに包囲されたが4ヶ月間持ちこたえ、8月にようやく降伏した。オットー・フェルディナンド・フォン・トラウンはカプア包囲戦を前線し、11月30日に降伏した時は無人の礼遇を受けた。ナポリとシチリアのスペインへの返還は戦争を終結させたウィーン条約で確認された。カルロはモンテマールをビトンとコーニー ジョバンニアントニオメドラーノに戦闘を記念するオベリスクを立てるよう命じた。ありがとうございます。